にしているので、こちらでね、かきくけっこのものを買っていきたいと思います。はい。まあ、前回ね、あのスーパーで、そうそうそう、アイエオのお買い物したでしょ、りみちゃん。今度はダイソーで、かきくけっこをしてください。そう。いいですか？いいですか？はい。はい、じゃあね、あの2人で考えてよく相談して買うんだよ。パパとママには聞かないように。いいですか？へー。レッツゴー。レッツゴー。レッツゴー。え、バラバラがいい？バラバラにするじゃん。バラバラがいいならバラバラで。バラバラで。じゃあバラバラ。同じものが買えるか。そうだね。テレパシーかきくけこ、じゃあテレパシーも兼ね備え、一致したらすごい ね。じゃあ2人で別々のものに別々に買い物したいと思います。はい。なのでじゃあ最後ね、買ったものだけ答え合わせしましょう。はい、はい、じゃあほんとにレッツゴー。レッツゴー。かきくけこ。うん、かきくけこ。レッツゴー。はーい。はーい。じゃあリミちゃん行こう。か、まあ、かだよ。どうする？ゆみちゃんが考えて。かき氷しか浮かばないの？かき氷ここ売ってないよ、さすがに。飾り。幅広いね。髪の毛。髪の毛。髪の毛これ。どうやって買うのよ。欲しい人いっぱいいるかもしれない。髪か。髪。書く髪ってこと？書く髪。いいけど幅広いね。なんで？いいよ、じゃあ髪でもいいよ。落書き帳？じゃあ落書き帳を見つけて、この辺じゃない？落書き帳だとこの辺だよ。こういう紙？でっかいのでいい。いいよ。リミ使いたい。うん。これ大きすぎるから。いっか。いい？大きいのでいいの？うん。オッケー。じゃあそれ紙の紙ね。木どうする？木。柿の木。柿の種。柿の種。ママが言っちゃった。柿の木なんてないよ。どうする？木でしょ。木。あ、木。金魚の餌と思ったけど、でも金魚いない。どうする？木、まず木を考えてからじゃなきゃ進めないね。木頑張れ、意味が考える。金、金の折り紙。金の折り紙買う。はい、じゃあ金の折り紙買う。じゃあ金の折り紙行きましょう。工作系、工作系ね。目当て あったよ、金の折り紙。金の折り紙あったね。どれ？金。これ？これでいっか。これ黄色かな。これ黄色。これ黄色。黄色。こっちも黄色だ。これでもメタリックだね。めっちゃでっかいのもあるよ。ほら。ジャンボ折り紙だって。ね、それがいい。すごいこれ。これはでも金色以外も入ってんだよ。うん。すごいジャンボ折り紙だ。リミ好きそう。見て。うん。すごい。ね。見てこれすごい。すごいね。じゃあこれね、金色の折り紙ね。金の折り紙。金の折り紙。じゃあ次、かきく。く。く。くが来ました。くじゃく。くじゃく。くじゃく。クレヨン。クレヨン。うん、クレヨンにしようじゃん。ゆみちゃんはもう文房具で揃いそうだね。ここですね、クレヨン。うん。いや、24色にする。わあ、すごい。こんなの売ってんの？いいじゃん。いいね。うん。じゃあこのクレヨンね。かきく
はい、じゃあ熊で行ったからしほちゃんと合流しましょう。半分行ったらちょっとママしほちゃんと一緒に行くね。もうここで揃えたい。うん、じゃああと考えときな、頭の中で。かき熊で行ったからけとこね。じゃあ考えといてね。結構、うん、結構、結構。はい、じゃあしーちゃんと合流しました。というかママとしーちゃんで今度結構を選びたいと思います。お、決まってんの、素晴らしい。あれ忘れた、あれ忘れた、あれ決まってじゃなかったの。あ、こはじゃあこから行こう。こは燃やした、こは燃やした。じゃあこから行こうか。ケも燃やした。燃やした。何？携帯ね。携帯、うん、ケースで。携帯ケース。携帯グッズだったらケがつくわ、ね、はいはい、携帯ケースはどこですか。あとこはこっちなんで。あ、そっか。さっき、じゃああっち行こう。もうすぐ着く？え？着いた？どこ？なるほど。大好きな大好きなコロロね。あ、メロンが出たんだ。前からあった？前からあった。じゃあ、ケね。携帯。こういうの欲しいな。携帯どれ？携帯。最近メイクの勉強したいなと思ったんだけど。そっか。いや、でもまだ早いかなと思って。もうちょっと先かな。まだね、来年あたりでも良さそうね。そうだね。じゃあ携帯ケース、携帯グッズなら携帯グッズだとあっちかな。携帯グッズこの辺かな。これがいいけど、あー iPhone こうだ、こうだ、こうだよ、こう。あー、そうね、ちょっとちっちゃい、いい用のやつ。透明がいいの？8だったっけな。透明がいいの？うん、太めだったらさ、あの、うん、ギョロ目つければすごい可愛くなる。あー、どれやってもいいんだけど。あ、これそうじゃない。あ、これテンだ。テン、テン、クリアケース、テン、テン、マックス、テンばっかりだね。テンでマックスの、うん、エイトだよね。ある、エイト案外ないね。タッチペン付きだって。すごい。でもなんかでかくない？これも10だ。iPhone X 用。この辺だ、8。ほら。この白いのは？あ、これは？ピンク。これ可愛いじゃん。これ、7、8。8も平気だよ。ここにギョロ目つけたらじゃん。そうだね。これにしようかな。照明がないっていうのは珍しいね。かきくけこ。携帯ケースでけこ、終わり。終了でーす。今回無理やりすぎる。はい、じゃあね、買ってきました2人とも。でちょっとね、ママがしほとリミの一緒にしちゃいました、一つの袋に。なので自分のを探して出してください。分かってる。いいですか。じゃあまずかから、はい、お互い自分の蚊を探して。私何買ったか。いい。あんた、なーて。じゃあまずリミちゃんから。何ですかそれ。紙。そうだね、紙ね。でっかい紙を買いました。で、しほちゃんは、あ、ガールズ研究所みたいな。ガールズステーション。そう、そういうやつの。ガールズの蚊ね。そう。あ、かわいい。これセンスなの。センスなの。でもまあほら、画業ってのないから、うん、蚊でも具でも楽天は OK です。そうなる。かわいい。いいじゃん。すごい。夏っぽい。いいでしょ。うん。いや、これ意外といい。うん。どこ？あ、すごい。この持つとこ、いいでキラキラなんだね。はい、じゃあ次行きまーす。木。じゃあ次、木です。せーの。じゃん。じゃあ今度、しほちゃんから木。きらめくボールペン。きらめく？きらめくボールペン。はい。まあでもね、楽しく買い物するのが目的ですからね、温かい目で見てください。はい、じゃあきらめくボールペン、いいじゃんこれ。きらめくボールペン、うん。これ使えるね、かわいい。これママも欲しいぐらいかわいい。うん。いいよね。はい、じゃあリミちゃんは何ですか？金の折り紙。はい、金の折り紙。しかもジャンボだからね、これね。金だけなの？うん、他の折り紙も。あのね、金だけの折り紙もあったんだけど、あえてこのね、でかい方がいいっていうから、
まあ表紙しか金入ってないけど、皆さん温かい目で見てください。楽しく買い物することが目的なのでね。はい、強調しとかないとね。じゃあ次、くせーの、わかったの、じゃん。じゃあ今度りみちゃんから。はい、クレヨンです。すごいね、24色しかも、めっちゃいっぱい入ってる。100円の、うん、すごくない？これ安いよね。みみちゃんが欲しかったやつです。はい、じゃあ次しほちゃん。クッキングマグ。クッキングマグしかもこれ300円じゃん。クッキングマグね、まあいいでしょう。これでもこれは使えるね、間違いなく。これでご飯炊けんでしょ。そうだよ、レンジレンジ。これ実は欲しかったんだ、ママ。これ一人分もできるんだ。そうだよ、ママ一人分。いいよね。うん、なんかちょっと炊きたい時とかあるじゃん。一合炊けるってのはいいよね。いいよね。これやってみたい、早く。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ次、ケでーす。いくよ、せーの、じゃーん。どうしようちゃんからだ。はい。私はね、携帯ケース。携帯ケース。おお、ピンク。スマホケースです。そう、なんか透明なかったんだよね。そう。これかわいいな。これに何をするんだっけ？ギャラメをつけるんです。ギャラメをつけるそうです。夏っぽくていいかもね。うん。ギャラメなんか爽やかじゃない、このケースが。このなんかね。しかも200円でした、これ。高っ。はい、じゃあ次、りみちゃん。はい、毛糸です。毛糸売り場にあったので、一応これもなんか毛糸としてね、買いました。夏休みの工作に使う。夏休みの工作にその毛糸も使うってことね。 OK です。何に使うと思う？わかんない。雲ね、なるほど。雲をイメージして買ったのね。そうだよ。あ、いいじゃん。はい、じゃあ最後いきます。すごいぼーっとしてた。かき、く、け、こ、最後こです。最後揃うのかな。そうだ、今まで一個も揃ってない。絶対これは揃ってるよ。せーの、じゃん。どっちからだ。ちーちゃん。ちーちゃん、はい。私コロロです。コロロだね、しおちゃんの大好きな大好きなお菓子。私家にね、コロロのマスカットがあるんだけど、うん、動画なかったから。そうだね、動画買いましたね。はい、じゃあ次りみちゃん。開けてるし。何ですかそれ。そうだね、小麦粘土を買いました。三つ赤いのは買えばよかった。なんでコロロサイダーにできるんですか。あ、コロロサイダーにしたいの、ね、これ絶対美味しい。うん、じゃあ家で作ればいい。マスカットがあるから。スプライトならあるよ。スプライトにやったらタピオカっぽくない？おー、タピオカっぽいかも。コロロタピオカ、いいじゃん。コロロタピオカ流行るかも。いろんなコロロあるし ね、 そうね。メロン味とかさ、ピーチとか。メロンあるの？メロンあったよね、さっき。イチゴとみかんもある。そうそうそう、いろんな味があるの、コロロ。みかんも。美味しそうね。美味しかったもん。はい、じゃあね、これは工作に使うそうです。じゃあいっぱい食べます。はい、どうやって使うと思う？で、工作に使うんでしょ。これって固まる？どうだろう。固まるよ、きっと。ほっとけば固まるんじゃない？固まんなかったらボンドで塗って、それでボンドでは。い、わかりました。工作を語ったらりみちゃん話が長そうなのでね。そうだね。はい。はい、じゃあね、テレパシーはゼロでした。ゼロ。何も揃いませんでした。はい。ね、結構二人ともなんかひねったものが多かった気がするね。クッキングマグ。まさかそれみたいな。まさかそれっていうようなのが多かった気がします。皆さん温かい目で見てあげてください。はい、じゃあ終わりましょう。それでは、バイバーイ。グミ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 ペア。3時だ、おやつだ。